構にぎわってます、うん、ご飯系ですね。クリームうなぎ。そばが抹茶みたいですね。かき氷ですって。かき氷。今はちょっとほうじ茶がね。エンプティ。エンプロ。アイスクリームで逆さになってるんですか。そうですね。でかき氷もありますね。あちょっとお得感があってよろしいかなと。皆さんこんにちは、アイビーです。カオリンです。今日は抹茶屋に来ました。お抹茶です。お抹茶ですね。結構ありますもんね、シドニーでお抹茶です、ね、ここは結構ちゃんとしたお粉を使ってるらしいです。あ、偽物じゃないって。そうです、そうです。ちゃんとした味で、もう日本の方がやられてるみたいで。なるほど。へー、ほらまあ、うわ美味しそう。うまそうやな。10ドル以下ぐらい、うん、あでもこんなぜんざいもあるんですね。そうですね、ぜんざいもあとあんみつとかサンデーとか。あらまあ、どれが人気ですか。人気なのはフルーツサンデーとかで、でも私のおすすめだとパフェが、はい、パフェパルフェ美味しいです。あでもあったかい白玉とか団子、あ、あったかいのと冷たいのができるってことですね。そうです、そうです。いいですね。コロナの影響ありますか。コロナの影響あります。もう全然お客さん来ないんで、シフトも削られて。本当に私らも削られまくりです。ワーホリですか。ワーホリです。あ、一緒です、一緒です。私はこれにします。抹茶ソフトかき氷で。お会計一緒ですか。別々です。店内でお過ごしで。はい。なってますね。バナナ。これをね、グイグイとしてるね。おー。美味しそうです。美味しそうです。白玉も白玉もプリンプリンしてますよ。白玉っていうのがいいんだよね。しかもこの下にかき氷と上にソフトクリームと、あんこも大好きなんで、もういいですか、されてしまって。はい、どうぞ。これはぜんざいですね。あのソフトクリームのつぶつぶがすごいいいですよ。おお。美味しいですか。イエーイ。ちんちゃまっそ。いい抹茶使ってるんで。いやもう色がいいですもんね。うわ美味しそう。バイバイ。